ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙は、もし神様にどこでも好きな惑星に遊びに行っていいよ。って言われたらどの星に行きたい？急にファンタジーなこと言い出すじゃないか。そうだな、私は太陽系で一番美しいと言われる土星を近くで見てみたいな。上陸はしたくないけど、美しい輪で飾られた土星は、太陽系の宝石とも呼ばれるんだぜ。それから、土星ではオーロラを見ることができるんだ。しかも、土星のオーロラは数日間続くこともあるらしい。オーロラをまとった太陽系の宝石なんて、倒れちゃうくらい幻想的だわ。土星ってどういう星なのかしら。もっと詳しく知りたいな。ということで今日は土星について解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。さて、霊夢は土星についてどれくらい知ってる？輪があるということと、あとは確か、英語名は悪魔みたいな名前だった気がするな。土星はサタンで、悪魔はサタンだ。この二つは混同されがちだが、全く違うものだぜ。サタンはローマ神話の農耕の神様の名前なんだ。土曜日をサタデーというのもここから来ている。土星が太陽から遠く、天空での動きがとても遅いため、年老いた神様の名前が付けられたと言われている。響きは似ているけど、年老いた神様と悪魔じゃ全然印象が違うわ。水、金、地、火、木、土、だから土星って地球から割と離れているけど、地球から直接見ることはできるのかしら。太陽系の中で水星、金星、火星、木星、土星の5つは全て地球から肉眼で見ることができるぜ。土星はその中で最も遠い星だが、0等級と明るいのでよく目立ち、季節によっては街中でも簡単に見つけられるんだ。天体望遠鏡を使えば、輪まで見えるぞ。地球から輪まで見えるなんてすごいわね。じゃあ、次は土星のプロフィールを地球と比べながら紹介していくぞ。土星は地球から約10億キロメートル離れたところにある、太陽系で木星に次いで2番目に大きい惑星だ。土星の直径は12万536キロメートルで地球の 9.4 倍、体積は地球の745倍もあるが、質量は地球の95倍程度だ。体積の割には質量はかなり小さいわね。体積の割に、磁場も地球より弱いぞ。土星の磁気圏は土星内部に存在する液体の金属水素によって発生していると考えられている。この磁気圏は太陽風が土星内部に到達することを防いでおり、大気中のイオンがプラズマ化することによって、大規模のオーロラを引き起こすんだ。土星のオーロラ綺麗だろうな。土星の1日は地球の約 10.7 時間、1年は地球の約 29.5 年だ。土星の衛星の数は62個、地球の衛星は月だけだな。衛星の中で最も大きなものはタイタンといい、この衛星は太陽系の衛星の中でも濃い大気を持っている。そして地球と同じように陸とメタンの海があることが分かっており、生命が存在しているのではないかと期待が高まっているんだ。土星の密度は地球の8分の1程度しかなく、水よりも密度が小さいので、もし土星を浮かべられる大きさのプールがあったとしたら、ぷかぷかと浮いてしまうというぜ。土星は大きいけれど、スカスカの星なのね。土星のリングもいい浮き輪になりそうだわ。どうして土星はスカスカの星なのか、内部構造を見ていくぞ。土星は主に水素とヘリウムから構成される巨大ガス惑星だ。太陽系では土星と木星が巨大ガス惑星に該当する。最新の研究で、土星の内部に密度の高い岩石質のコアは存在せず、代わりに岩、氷、流体の水素とヘリウムが混ざり合った。巨大で拡散したコアが存在する可能性があると発表された。これは泥のような状態であるという。そしてその外側には土星の大気がある。土星の大気はとても薄く、その主な成分は水素とヘリウムだ。土星には硬い表面がなく、土星の表面を歩こうとすると、体が沈んでしまうらしいぜ。それから土星は、太陽から遠い位置にあるので、太陽から受け取る熱は地球の100分の1ととても少なく、表面温度は約マイナス130度のとても寒い惑星なんだ。土星は、ざっくり言うと、大きくて、スカスカで寒い惑星ということなのね。そうだな。でも、土星の一番の特徴は、太陽系の宝石と呼ばれるゆえんのその美しくて明るい輪だ。土星は7つの大きい輪があり、一番外側の最大の輪の直径は、27万5200キロメートルにもなる。これは土星本体の大きさの約 2.3 倍の大きさだ。ちなみにそれは地球が約22個並ぶくらいの大きさだぜ。しかしその輪は薄く厚いところでも 1km 程度、薄いところだと 10m 程度なんだ。大きい割にはペラペラに薄いのね。土星の輪は何でできているのかしら。その主な成分は水溶だ。岩石の微量を含む数十億の水溶粒子で構成されている。粒子のサイズは、数センチから数メートルまで様々だぜ。
和ができたメカニズムについてはまだ分かっていないこともあるが、別の天体が土星のすぐ近くを通過した際に、土星の引力によって破壊され、その破片が和を形成する元になったという考えが有力だ。それから、土星が誕生したのは約46億年前と言われているが、和が誕生したのは1億年前から1000年前という太陽系の長い歴史の中では、ごく最近だった可能性があると研究によって分かったんだ。地球に恐竜がいた頃ね。和ができたのは意外と最近なのね。でもどうやって分かったのかしら。土星の和の汚れ具合から想定されたんだ。土星の和の色は主に黄褐色または砂色だ。土星の和は主に水溶でできているが、岩石や炭素化合物などの物質による汚染によって異なる色が生じるんだ。その汚染の程度から逆算して算出されたというわけだ。それから、土星の和から、土星に大量の雨が降り注いでいるんだぜ。和の氷の粒子は、太陽の紫外線を浴びて電気を帯びており、土星の磁場の作用を受けて地表に引き込まれ、雨となって大気に降り注いでいる。その雨量はオリンピック用のプールが30分で満杯になるほどと言われている。そのため推定では、早ければあと1億年で土星の和は消滅してしまうと考えられているぜ。和を構成する氷の粒が雨になって土星に降り、和がなくなってしまうってわけね。土星の長い歴史と未来を見ても、美しい和が存在しているのはこの一瞬だけかもしれないと考えると、とても貴重なものを見せてもらっている気分になるわ。さて、次は土星探索の歴史を見ていくぞ。土星は地球から肉眼で見えることから、有史以前から知られていた惑星だったが、1610年にガリレオが初めて土星を望遠鏡で観測した。あら、私たちにもおなじみのガリレオさんが初めて土星を観測した人だったのね。ガリレオは、土星には耳があると記述した。その頃にはまだ土星の輪ははっきりと観測できていなかったようだ。土星の耳側であることは、1655年にオランダの天文学者、クリスチャン・ホイヘンスが発見したぜ。土星へ最初に到達したのは1979年、NASA のパイオニア11号だ。パイオニア11号は惑星の雲頂から2万 km の場所を通過し、土星やいくつかの衛星の低画質画像が得られたが、画質は表面の様子を伺えるほど良くはなかった。1977年、NASA はさらに2つのミッション、ボイジャー1号とボイジャー2号を打ち上げた。これらは、土星上を通過し、土星と、その衛星、は、および何千もの高解像度画像に関する貴重なデータを提供した。双子の宇宙船はまだ長い旅を続けて、星間空間を探索しているぜ。1997年、NASA からカッシーニが打ち上げられた。カッシーニは約7年の旅の末、2004年に土星軌道に投入され、史上初の土星の人工衛星となった。カッシーニは土星の衛星タイタンに水らしきものがあることを突き止め、さらに土星の衛星を7個発見し、20年間で写真を33万枚以上撮影するなど多くの成果を上げた。たった4つの探査機しか土星に送られていないのは少ない気もするわ。土星は他の太陽系の惑星に比べると調査が進んでいない方なのだが、それはその遠さにある。例えば、ボイジャー1号は到着するまでに3年2ヶ月かかり、カッシーニは6年9ヶ月かかったんだぜ。7年近くも旅を続けて、やっと土星に到着した瞬間なんて、歓喜は待って泣いちゃうわ。カッシーニの最後も感動的だぜ。カッシーニは、2017年9月、その20年にも及ぶミッションを終了し、土星の大気の中に突入して自らを破壊させたんだ。寿命が来て壊れてしまうまで宇宙空間に置いておけばいいんじゃないの。20年間も頑張ったのに破壊させるなんてかわいそうだわ。宇宙空間をさまよう中で、タイタンや他の土星の衛星に衝突してしまい、宇宙船に付着した地球の微生物が他の惑星の環境に影響を及ぼしてしまうことを防ぐために、ミッションの終わりにはカッシーニを破壊することが決まっていたんだぜ。カッシーニは、土星の周りを通算283周し、最後の軌道周回を終えた後に土星の大気の中に時速12万 km 以上のスピードで突入した。その最後のエネルギーを使ってアンテナを地球に向け続け、最後の最後までデータを送り続けたんだ。そしてカッシーニは流星のように、土星の大気の中へと消えていった。カッシーニのシグナルが永遠に消え去った時、NASA の宇宙管制センターは感動に包まれたという。カッシーニ、ありがとう。なかなかのドラマだわ。そういえば、土星に生命体は発見されなかったの？土星自体は生命体が存在できるのに必要な条件は満たしていないため、その可能性はほとんどないだろうとされている。しかし、カッシーニの調査結果から、土星の衛星であるタイタンと、エンケラブスには地球外生命体が存在する可能性があると考えられている。カッシーニは13年間で、衛星タイタンへの接近飛行を127回行い、
地形を観測したり、液体の炭化水素を発見したりしてきた。また、2005年にはカッシーニから小型機、ホイヘンスを、タイタンへと着陸させることに成功した。ホイヘンスは、タイタンに着陸してからカッシーニと通信が途絶えるまでのわずか1時間ほどの間で、大量のデータを収集、送信し、そのデータから、タイタンに山や峡谷が存在すること、そして大気には風があることなどが分かった。タイタンには、液体のメタンやエタンが流れる川や湖があり、生命の構成材料になる有機化合物も存在することも分かっている。NASA は2026年に探査機ドラゴンフライを打ち上げ、さらにタイタンを詳しく探索する計画を立てているぜ。タイタンへの到着は2034年が予定されている。今度は8年かけて土星に向かうのね。また新たなドラマがありそうだわ。衛星エンケラドゥスについては、2015年9月に NASA が7年以上にわたるカッシーニによる観測によって、エンケラドゥス表面の氷の下に広がる海が星全体を覆っていることが分かったと公表した。これは地球の平均の海洋深さである 3.7km よりも深いと言われている。また、カッシーニが検出した微粒子の中に、岩石と熱水が反応してできる鉱物の微粒子、ナノシリカが含まれていることが確認された。2017年4月には、NASA はエンケラドゥス内部海の海底における熱水活動と思われる現象を発見したと公表した。カッシーニに搭載されていた質量分析機が検出した水素分子が、内部海の海底における熱水活動の結果として生成されたものである可能性が高いと考えられたのだ。生命に必要とされる有機物と熱源、そして液体の水の3つの要素が全て揃っていることから、このエンケラドゥスの地下界は、太陽系で最も地球外生命体が存在する可能性が高い場所、と言われている。エンケラドゥスについても引き続き、調査が続けられるらしいぜ。土星の衛星で2つも生命体が存在する可能性がある星があるなんてワクワクするわね。早く調査が進むといいな。それから、土星の北極には全幅32,187km に広がる、奇妙な正六角形の雲が、土星の自転周期とほぼ同じ速度で回転しているという不思議な現象が存在するんだぜ。これは地球が丸々1個入ってしまうほど大きいんだ。この雲は1980年代にボイジャー1号、2号によって発見されたんだが、このような奇跡的な形状をした雲が、土星の自転運動に引きずられることなく、かたくなに正六角形の姿勢を崩さないというのは驚愕に値するものなんだ。綺麗な六角形ね。確かにいつも綺麗に六角形を保つ雲なんて不思議だわ。これは、雲のある大気層で北極周囲を東へと吹くジェット気流が、その下に流れる風に押されて六角形になると考えられているが、まだ解明されていない部分も多く、今後も研究が続けられるようだ。さて、土星についていろいろ話したがどうだった？土星はなかなか個性的で面白い惑星だったわ。衛星の方も、地球外生命体が存在するのかどうか、調査の続きが気になるな。土星探査機にはまた頑張ってもらわないとね。今回の解説はこれにて終了だぜ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。コメントも待ってるわ。ご視聴ありがとうございました。